直線、直線、直線、ラインとは、太さを持たない、幾何学的な対象である曲線の一種で、どこまでもまっすぐ無限に伸びて、単点を持たない。まっすぐな線には、直線の他に、有限の長さと両端を持つ、線分、線分、ラインセグメント、セグメントと、一つの単点を視点として無限にまっすぐ伸びた、半直線、半直線、例、ハーフラインがある。 ユークリッドの幾何学では、直線は本質的に無定義術語である。つまり、直線とは何かを直接定義せずに、ただある関係、行理、好順を満たすものであるとして、理論を展開していくのである。ユークリッド幾何学においては、以下のようなことである。また、このような行理から、例えば以下のようなことが導かれる。二つの異なる直線は、 たかだか一つの点を共有する。二つの異なる平面は、たかだか一つの直線を共有する。通常は、直線や線分は向きを持たず、半直線は向きを持つものとして扱われる。例えば、二点、A と B を結ぶ線分を、AB と書くと AB、AB イコール BA である。一方で、向き付けられた直線、線分や向きを持たない。 半直線というものも考えることがある。例えば線分の始点と終点を区別し、線分に向きを考えたものを有効線分と呼んで、有効線分としては ABBA と考える。ユークリット空間内の有効線分を、その位置のみの違いを除くことにより類別して、幾何学的ベクトル、いわゆる矢印ベクトルの概念を考えることができる。逆にベクトルを用いて、 ユークリッド空間やその中の線分、直線を定式化することもできるが、これについては後述する。ユークリッド幾何学のように、無定義術ごと行理によって構築される、幾何学では、直線がまっすぐであるなどのイメージは本質を持たない。曲がった空間の幾何学である非ユークリッド幾何学での直線、即地線は、ユークリッド幾何学の中で見ると曲がって見えるのである。 アフィン空間、ベクトルの理論を持ち出すと、次のようにして、直線を定義することができる、ユークリット空間、E に対して、任意の1点、P と0でない一つのベクトル A が与えられたとき、で表されるような集合、L を直線という、これは、一般のベクトル空間にも拡張できる。この定義においては、直線は向きを持つものとみなされる。A は、直線の方向を決めるベクトルであり、 p は直線上の点になる。同じ直線を与える点とベクトルの組 p,a は一通りではない。また、この定義で、ラムダの動く範囲を限定すると、半直線や線分を記述することができる。また同じことだが、原点を固定して、点と、その1ベクトルとを同一視すると、ユークリッド空間の異なる2点、a,a,b,be が与えられたときに、 なる集合 l は a b を含む直線となる。向きを考慮するなら、方向ベクトルは ba で、これは a から b へ向かって引かれる。この定義でラムダを0と1の間に限定すると、a から b までを結ぶ有効線分が得られる。直線上の点に実数を対応させることで、数直線を考えることができる。具体的には直線上に原点 o。 単位点 E を指定し、任意の実数 X に対し、直線上にあり、一方の単点を原点とし、原点から単位点までを結ぶ有効線分との向きまで込めた線分比が X となるような線分の原点ではない側の単点と X とを対応づけたもののことを、しばしば原点と単位点の距離の整数倍で数をメモったものを指す。 数直線は向きを持った直線であり、原点から単位点の向きに矢印を記すことがある。また、数直線は一次元ユークリット空間 R に対する座標形と捉えることもできる。また、数直線を用いることで数の和や探図として視覚的に与えることができるため、しばしば教育に用いられる。例えば、上の数直線では、足し算、和和、 右に進む引き算差は左に進むことであり、互いに直行する向き付けられた数直線によってルネ・デカルトは絶対的な静止座標形を定義した。これは直行座標形と呼ばれる。原点を固定し原点を支点とする半直線を用いて極座標形が定義できる。この時の半直線は視線と呼ばれる。 直行座標形を入れた二次元ユークリット空間 E を考えているときには直線は一次方程式の形で与えられる一般次元においても線形方程式系のグラフとして直線を記述することができるこれは本質的にはベクトルによる記述と同等である幾何学的な線分はある2点の間を結んだ最短経路である形式的には 点集合ボルトが与えられたとき、直積集合ボルト、ボルトのもとを有効線分とし、さらに同値関係を、任意の A、B、ボルトに対し、A、B から B、A と定めたときの集合、E、イコールボルト、ボルトのもと、同値類、A、B、A、B、ボルト、A、B のこと、これをしばしば、A、B と印を、A と B を結んだ線分と呼ぶ。 このように形式的に線分を定義すれば、グラフ理論などにおける辺も、線分として考えられる。上の線分で B はこの線分の内分点という。もし、A と B の距離が、M、B と C の距離が N ならば、B は、A と C を、M、N に内分する点である。線分の延長線上に D があるとする。D はこの線分の内分点という。もし、AD の距離が、 O, BD の距離が P ならば、Q は線分に AB を O, P に外分する点である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。